ライジングサンロックフェスティバルは、毎年夏に、北海道石狩市の石狩湾振興、樽川不当横野外特設ステージで開催されている、国内最大級の野外オールナイトロック、フェスティバルイベントの一つである。略称、RSR、レスフス。北海道のイベントなので、タイトルの後ろにヤイイニエゾ、が入る。名称には、 土曜オールナイトで日曜の日の出を迎えるまでのイベントという意味も込めてある。1981年創業北海道札幌市のコンサート企画運営会社アウェスが1999年に始めた。周りに何もない石狩湾振興だからこそ開催できるオールナイトイベントで音楽と共に朝日を迎えることができる。工業用地に数期のステージ。 テント村、屋台村、物販スペース、臨時 FM 局等を特設して会場としている。アーティスト系等では、ロックに限らず、テクノ系やレーブ系のパフォーマンスもあり、基本的に、ジャンルレス。方角メインの国内大型フェスティバルである、ロックインジャパンフェスティバルに比べ J-POP 系のアーティストは少なめ。ロックよりのアーティストを揃え、オーディエンスの年齢層もより高め。 会場ステージ構成では他の大型フェスと同様複数ステージにて同時進行で演奏を行う。会場にテントを張って2日間の興奮を味わえる。この楽しみ方は人気があり、年を減るにつれテントサイトチケットの争奪戦は激しくなっている。開催日はライブ開始時点での日にち。終了はその翌日。 参加アーティスト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 会場レイアウト参加アーティスト出演者を出演日別出演ステージ別のマス内に上から下に 出演順で掲載している参加アーティスト会場への交通アクセスは、北海道中央バスが地下鉄、阿蘇駅から開催期間中に臨時のシャトルバスを運行している。入場チケットとのセット販売もされている。自家用車利用の場合、駐車場を利用するとかなり歩くことになる。より会場に近い場所に駐車場が設置されているが、もちろん費用は別途かかる。 2012年からは公式の会場内駐車場が設けられ、それまでの駐車場は会場外駐車場扱いとなった。ありがとうございます。